これがあったら私もやってみたいです。子どもたちの体力低下に港区が区の事情を鑑みたある取り組みを始めます。今日港区の武井区長が報道陣に発表したのが、すべての区立小学校と幼稚園にボルダリング設備を設置するものです。23区の中では初めてのものとなります。港区は区内にある小学校19校と幼稚園12園に来年3月までにボルダリング設備を設置します。区が去年行った調査によりますと、小中学生の体力がコロナ前と比べ低下していて、今回体力の向上を目指すため設置を決めました。ではなぜボルダリングなのでしょうか。ビルが多く立ち並ぶ港区、小学校などに新たに広い施設を作るのは困難ということで、狭い場所でも全身運動が可能なボルダリングが選ばれました。武井区長はスポーツクライミングが去年行われたオリンピックで初めて競技として採用されたこともあり、将来の子どもたちの活躍に期待を寄せます。ボルダリングの競技に小さい時から親しむことができる環境を整えてですね、いずれ世界に挑戦する子どもたちが出てくれることを期待をしております。港区がボルダリング施設を設置する理由として、コロナ禍での体力の低下を挙げていましたが、実際子どもたちの体力どれほど低下しているんでしょうか。その一つの参考となるのが、スポーツ庁が全国の小中学生を対象に行っています運動能力や運動習慣の調査結果です。例えば皆さんも一度は経験があると思います。こちら、握力や反復横跳び、50メートル走など体力測定の結果について、小学生の男子では全8項目中実に7項目で過去10年で見ますと最低の結果となりました。また女子についてもですね、3項目が最低の結果となっていまして、コロナ禍となります昨年度は全体的に体力測定の数値が低下していました。また新型コロナの感染拡大前と現在を比較しまして、運動時間どう変化したかという問いに対しまして、小中学生の男女ともにこうしておよそ4割が運動する時間減少したと答えています。下に行きまして、肥満の割合についてもコロナ前と比べて男女ともに増加していることが分かります。体力の低下や肥満の増加、コロナの影響大きいように見えますが、小暮さん、この結果についてどうお感じになりますか。はい、まず運動は子どもたちの体力をつけるために必要なだけじゃなくて、子どもの肥満というのは大人になってからの生活習慣病のリスクにもなることが分かっているんですね。なので運動大事です。だけどもう一つ考えなきゃいけないのは、そもそもね、なぜ運動する実感が減ってきているのかということに変えないといけないと思ってて、はい、で僕らの時代もテレビゲームとかはあったわけで、よくテレビゲームのせいだって言われるんですけど、僕らは子どもの時もあって、でもまだ運動の時間があった。でやっぱり勉強する時間がどんどん増えてるんじゃないかなっていうのは僕は一番危惧してて、やっぱ受験勉強に熱心に取り組む子どもたち増えてるので、受験のあり方、その1日での一発勝負っていうね、あり方はちょっとやっぱ気にしていかなきゃいけないんじゃないかなと思って、できれば6年間の積み重ねでね、中学進学とかが決まるといいななんて僕は思ってます。いろんな要因が絡み合ってというところかもしれないですけど、やはりそのコロナで低下した子どもたちの体力の向上は社会で取り組む課題なのではないでしょうか。この港区の取り組みのように、こう自治体、各自治体が工夫をして、考えていっていただきたいと思います。